フォード・スコーピオ。スコーピオは、フォードが製造、販売していた自動車である。スコーピオは、技術面で多くをシエラを基礎としており、シエラのフロアパンを引き伸ばしたものを使用し、そのスタイリングは、シエラとエスコートマーク3と同じデザイン哲学を基礎に、シーた。エンジンは、十分に実力を実証された、排気量1.8リットルと2.0リットルのフル、臭いピントエンジン。 と2.4リットル、2.8リットル後に2.9リットルに拡大された V6 のケルンエンジンで始まった。1989年に2種のピントエンジンは廃止され 2.0L は8バルブの DOHC エンジンに変えられた。1986年度のヨーロッパカーオブザイヤーを受賞したスコーピオはヨーロッパ市場で エグゼクティブカーを購入しようとしている人がメルセデスベンツや BMW と並べる主要な選択肢としてフォードの車を上げるような地位を保ち続けるような役を持たされていたフォードはすでに前モデルであるグラナダムキーで広範囲にわたる各種装備この時期にはヒーター付け電動調節側シートエアコン電動サンルーフトリップコンピューター等のような特別装備が 装着できたを装備して市場に非常に新しい技術を提供してきた。スコーピオでは、ヨーロッパフォードでは最初となる、熱線ウィンドスクリーン、クルーズコントロールや四輪駆動が含まれていた。スコーピオは、背もたれのホールド感に欠けるのが多少評価を落としつつも、非常に乗り心地が良く、後部座席の足元の空間も広かったが、頭の速報空間は驚くほど狭かった。 最大の長所はヨーロッパの量産車で初めて全てのグレードに標準でアンチロックブレーキシステムを装備したことであった。グラナダとは異なりスコーピオは当初セダンやエステートはなくハッチバック型しか提供されなかった。しかし1990年にセダンが2年後にはワゴンが追加された。数年間は技術面でほとんど変更はなく、 特筆すべきものは1989年に DOHC エンジンが搭載され、翌年には 2.9L24 バルブのコスワース製 V6 エンジンを搭載したスコーピオンコスワースが導入され、多くのシエラ所有者が破損したグラナダからコスワース製エンジンを外しシエラに搭載し、アップグレードを図った。これは 200BHP の出力を手に入れる安価で簡単な手法であった。 これらのエンジンの中にはターボチャージャーを装着したものもあり、このエンジンはモータースポーツにも使用された。第2世代はセダンとステーションワゴンのみが提供され、初代とほとんど同じフロアパンと初代の最終生産機に搭載されていたものと同じエンジンを使用していた。初代と二代目ではサスペンションと操縦性に多くの改善、エステートでのセリフレベリング降臨サスペンションを含むが、 図られていた。革新的と言えるほどの変更が内装と外装に施されていた。内装では新しい肘掛け椅子型のシートと品質が改善されていたが、新しい外観はあぶつりをかもした。ヘッドライトは防水型でテールライトはバンパーのすぐ上に薄い線上に配されていた。ジェレミー・クラークソンは当時のタイムズ市場で路上で最もくい車と評して、 この議論を集結させた。スニッフ・ペトロールの執筆者のリチャード・ポーター。リチャード・ポーターは2004年の書籍、脱作者、クラッペ・カーズの中で2代目のスコーピオを外観の部で50社中49位に上げている。1998年初めに、スコーピオは顔つきをおとなしく見せるためにヘッドライト周りを暗くくまどりされグリルを微妙に変更する。 フェイスリフトを施された。テールライトも、車体後端が膨れて見えないように変更された。これが、スコーピオに施された最後の改良となり、1998年末に生産が終了した。しかし生産終了と最末期モデルの販売の間に2年の、年月が経過するほど、多くのスコーピオの在庫が残っていた。スコーピオが純粋に、 高度の期待した販売台数に達したかそうでないかに関わらず、1990年代末のヨーロッパの自動車市場は、スコーピオの後継モデルを出すには、ほど遠い状況であった。当時のこの状況は通常とは異なり、高所得者は高性能の大型ファミリーカー、初体持ち者はミニバント二極に分化していた。他のメーカーも同様の状況で、ボックスホール、オペルは、 オメガの後継者をさないことに決め、ホンダはヨーロッパ市場でのレジェンドの販売を止めた。その一方で、ローバー800も1999年により小型のローバー75に代替された。スコーピオマーク E は以下のトリム、レベルが選択、それぞれはどのエンジンを搭載したセダンとエステートの双方に選択可能できた。トリムレベルに関わらず2.9リットルの コスワース製エンジンを搭載した車には、トラクションコントロールシステム、クルーズコントロールと AT、MT は追加料金なしで注文できたが、標準装備であ。その他のエンジンを搭載した車は MT が標準で、追加料金を払えば、AT も選べた。通常とは異なり、トリムレベルとエンジンサイズの表示を車体後部には掲げていなかった。トリムレベルの表示は、 コ部窓フレーム上のスコーピオバジガ側の車体側面にあったが、エクゼクティブにはトリムレベルを表すバッジがなく単にスコーピオとだけであった。その他のモデルはスコーピオウルタマのように名前の下にトリムレベルを表すバッジを付けていた。エンジンサイズは車体前方の側面、外部ウインカーライトの上に表示していた。メルクールスコーピオはヨーロッパのスコーピオマーク I、英国では スコーピオはグラナダと呼ばれ、スコーピオの名称は1985年の第3世代のグラナダの最上級グレードに付けられたの北米であった。この車は1988年から1990年までリンカーン・マーキュリーのディーラーで販売された。メルクール・スコーピオは 2.9LV6 のケルンエンジンのみが搭載され、細部は同時代のフォード車とは異なっていた。 米国の排気ガス対策の要求に適合させるために、スコーピオのメルクール版は988年に、北米市場に導入された時の出力は 140hp、1 0 0ットであった。大部分の車には型4速 AT を、残りは T-9 型5速 MT を装着していた。カナダでは、AT モデルのスコーピオのみが販売された。この車は、 中型の上級者として市場に投入されたが、フォードが期待したほどには市場に影響を与えることはできなかった。メルクール・スコーピオは AT の故障、電気系統の不具合にも悩まされた。フォードは1989年以降、すべてのメルクールの看板を引き上げた。スコーピオは、サソリ座を意味する、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。